皆さん、こんにちは。バイリンガルハルキストのマサトニックです。Hey guys, it's マサトニック。I'm バイリンガルハルキスト。村上春樹ブックガイド短編編29、オート1979。はい。というわけで、今日はですね、このなかなかインパクトのあるタイトルですので、オート1979、あるいはオート1979ですかね。例えば1979といえばですね、僕の大好きなバンド、スマッシングパンプキンズ、通称スマパンに1979、あるいは1979という曲が、ちょっとポップで曲があって、それが割と好きなんですけども、それを思い出してしまいますが、それはともかく、これは村上さんのオートという作品についてでございますね。これ、一言で言うと、ちょっと怖い不思議な話なんですよね。回転木馬のデッドヒートという短編に入っているもので。で、あまりですね、どうでしょう、そんなに多分有名な作品ではないかと思うので、パッとどんな作品なのかっていうふうに思い出せる人、もしかしたらそんなに多くないかもしれませんので、これをこのビデオを見て、ほう、そんな方、話があるんだというふうに思っていただいて、ぜひ手に取っていただくきっかけになったら幸いです。それでは早速参りましょう。いつもの3部構成でまとめています。作品の概要、そして2つ目、あらすじ、そしてディープに楽しむ方法というのを紹介していきます。まず作品概要ですね。初出はですね、1984年10月号のインポケットという、雑誌ですかね、に掲載されていました。そしてその後、1985年10月に短編集、回転木馬のデッドヒートに収録されています。で、この回転木馬のデッドヒートというのが、前に同じ短編に収録されている作品について触れたときにも、お話ししていたんですが、これちょっと特殊な設定というか、作りの短編になっていて、作者である村上春樹さん自身が、誰かからこんな面白い話、誰かから聞いた話を語るっていう体になっています。で、村上さん曰く、いろんな面白い話を聞いて、それがいろいろある意味小説のネタにとして溜まっていくんだけれども、多くのものはそこから、何にもならずにただ眠っているものもあれば、短編小説、あるいは長編小説のエピソードの一つとして消化されていくものも、パラパラあると。だ、その中にはどうしても長編小説としてうまくなじまなかったり、あるいは短編集の中にもちょうど収まりが良くないものっていうのが、徐々に溜まっていっていて、で、それが未消化になっていくっていうのは、何か気持ち悪かったりするものもあるので、この聞き書きというスタイルで、一つのスタイルにチャレンジしてみたということをおっしゃっているんですけども、そこまで含めて、それが一つの、そういう体でということで、何か他のインタビューの時に、そういうスタイルで書いた、あくまで創作ですってことを言って、ちょっと複雑なんですね、訂正が。聞いた話風の創作っていうことで、なので、本当にそれにね、類したこと、近い話を聞いたことはもしかしたらあるかもしれないんですが、基本的にはそこを含めて創作というところなので、基本的には聞き手である村上さんが各作品の中に、今回のこのオートもそうなんですが、聞き手である村上さん自身が出てきて、その村上さんに対して誰かが物語を語るという体なんですが、それ込みで一応創作ということになっているという、ちょっと複雑な設定になってますね。で、このお話、オート1979はですね、ちょっぴり怖いオートの話ということで、オート自体がね、なかなかその、快適な、気持ちいい話ではもちろんないかと思うんですけども、これ、ちょっと、やや、ホラーチックなところ、ホラー、ないしはミステリアスなところも入っている、そういうオートの話です。では、どんな話なのか見ていきましょう。あらすじです。一言で言うとこういう話なんですがね、40日間連続で嘔吐した男の話という、凄まじい話の40日間ですよ。4日連続というか、4回連続でも結構、凄まじい話じゃないですか。ところが、これなんと40日間連続という、そういう男の話ですと。で、これ始まり方がすごく印象的で、日記を長期間にわたって日記をつけることを習慣としている、人がいると、自分の知り合いに。そしてその彼は、それ自体でもね、なかなかに、僕実は結構日記、こまめに書いてたりするんですけど、書いてると言ってもね、スマートフォンのアプリで、本当に写真と一言メモみたいな感じなんですが、今どんぐらいかな、多分もう4年ぐらいはそれこそやってると思うんですけど、なかなかいいもんですよ、日記書いてると。ちょうど1年前の今日何があったかとかって見れるのなかなか面白かったりします。それはともかく。この時代ではね、1979年なんで、まだスマートフォンのスノジもないですから、もう本当に日記といえば、もう直接手書きで書いてる日記のことなんでしょうが、この日記を書く習慣がある、という村上さんのご友人の方。ただ、彼には、日記を書くこと自体はね、褒められたとまでは言わないかもしれないですけども、基本的にはいい趣味じゃない、趣味というか習慣じゃないですか。と同時に、あまり褒められたものではない、プライベートを送っているという、
ですね、まあ、青年ですかね、が出てきまして、何かというとですね、なかなかすごいんですけども、自分の友人とか、あるいは、自分の友人のガールフレンドや自分の友人の奥さんと寝ることが、まあ、関係を持ってしまうことが趣味の男の子、男の子というか、青年が出てくるんですね。もう、あくまでしかもそれも、ちゃんとしっかりと、なんて言うんでしょうね、いわゆる不倫をするとか、っていう話じゃなくて、あくまでその一瞬の隙をついて関係を持つという、その行為そのものが楽しいという、そういう、まあ、一風変わった趣味を持っている人物というのが、あれなんですね。が登場人物として出てくる、まあ、この物語の主人公として出てくると、彼が40日から連続して応答した話ということになります。そしてその彼は、まあ、日記を書く習慣があるので、その応答がいつ始まって、何年の何月何日始まって、何月何日終わったかというのをぴたりと日記を見れば分かるので書いているという、そういうお話です。で、この日記の習慣ですが、村上さん自身は何かどこかで日記を書くことをなんか続けられないみたいなことを、どこかのエッセイでおっしゃっていたような気もするんですが、一方で例えば遠い太鼓とか読むと、割と何月に何があってってこと結構書いてたりもするので、もしかしたら意外とそこの部分は村上さんご本人の習慣なのかもなというところではありますと。で、これついつい勘ぐりたくなってしまうのが、自分の知り合いの、なんでしょうね、そのガールフレンドとか奥さんと関係を持つということは、村上さん当然ご結婚しておられるんで、じゃあそこは大丈夫なのかみたいなことをついついいらぬこう心配をしてしまうところがあるんですけれども、ねえ、だってそうでしょうというところで、まあとにかく、まあ、そんな不思議な趣味を持った、主人公が出てきます。で、彼と村上さんはそもそもどういう関係かというと、これも面白いつながりになっていてですね、ジャズレコードの収集が趣味というところで、まあ、村上さん、村上レディをやってるぐらいですし、もともと村上、ピーター・キャットというジャズバーをやってたぐらいのジャズすごくお好きでと、そのレコードの収集も本当に好きでもいっぱい集めているという、その趣味が共通だと。ただ、その収集、コレクションしている、その年代が微妙にこう重なり合わないということで、お互いが持っているそのコレクションの中で、ここ、まあ、もちろん好きなんだけど、もっと欲しい自分のコレクションのど真ん中のものがあれば交換してもいいっていうところのニーズがうまくこうぴったりと合うらしいですね。それでたまにあっては、まあ、ジャズのレコードの話をしたり、その交換をしたりみたいな、そういったことをして関係性と。で、まあいろいろ音楽を聴きながら、お酒を飲みながら、ああでもない、こうでもないという話をしてる。まあなんかそれは楽しそうですよね。そういうのってすごくいいですね。まあ、僕も音楽自体はもちろん好きなんで、音楽聴きながらお酒飲んでお話するのは大好きですし、年々久しく、まあこんな、状況なんでそういったこともやってないですが、やれると楽しいなと、ね、本の話だったりしてもより面白いしということで、まあ、そういったことをやっている中で、そういえば40日間実は連続して応答したことがあるんですということで話が始まると、ね、これはすごく不思議な話で、きっかけはですね、電話がかかってくるんですね、その彼のところに。その電話がかかってきて出ると、それが何かのきっかけとなるように全部吐いてしまうとっていうのがまずある日始まって、で最初は一番最初それがかかってきたときはかなり前日にもう本当にもともとお酒を飲むのが好きな、彼なんですけれども、その時は本当にもぐでんぐでんになるまで飲んでいたので、電話との関連性もそうですし、そもそも吐くことしたり、まあ、それ吐くだろうというレベルまで飲んでいたということで最初気にしてなかったんですが、2日目以降も同じように電話がかかってきて、そうすると吐いてしまうというのがあまりにも続くと。で、お酒が入っているからだろうということで、お酒を飲むのを習慣をストップしたんだけども、それでも電話がかかってくると吐いてしまうというのが続いていく。もうあまりにもちょっとこれ気持ち悪くなってくると。どうしようかなというところで、そうだと。電話がかかってきて吐いてしまうんであれば、じゃあ電話がないところに、この自分の家の電話がないところに行ってしまえばいいんじゃないかということで、ホテルに泊まるんですね。で、ホテルに泊まったら泊まったで、そこに自分の友達 の奥さんなのか彼女なのかをそこにまた呼び込んでということをしているんですけれども、まあ、まあ、とにかくそんなホテルで過ごしていても、また結局電話がかかってきて、なぜか電話がかかってくるんですね。吐いてしまうということで あって、もうこれはもうちょっとダメだと。ただ、そこでこの彼のですね、なんて言うんでしょうね、その図太いところというか、開き直り、その開き直り感がいかにも村上さんの短編というか、ストーリーに出てくる主人公っぽくてちょっと面白いんですけども、まあもういいやと。電話がかかってきてしまうんだって吐いてしまうと。で、実はその毎回毎回必ず全部吐いてしまうんではなくて、なんとか3食のうち1食分ぐらいはなんとかを体に留めることができたということなので、死ぬことはないと。むしろ、体のいいダイエットだという、この、
オートダイエットという謎のダイエットだというふうに彼はこの事象をですね、捉え出して、もうできるだけ気にしないようにしていこうということで、やっていくんですね。そうすると、どんどん、とはいえ3食中2食入ってますんで、ギリ生きていられる場合、もう体重激減していくんですね。で、彼はでももうそこで開き直ったんで、新しい服買いに行って、身なりを整えて日々を過ごし始めるんですけれども、ちょっと最後の日、ある日、かかってきた電話では、ちょっと事情が変わっていて、私のことが誰か分かりますかという問いかけがあって、でその問いかけをきっかけに、ぴたりとそこで、その吐いてしまうという現象が止まると。で、それ以降、まあ、40日間そこで連続の電話&オートがですね、止まりまして、でそこから先はもう日常生活に戻っていくので、だんだん体重もまた元に戻っていって、逆にその細い時に買った服が入れなくなって、ただその服は記念品のように取ってあるという、そういった話をジャズのレコードを聴きながら、お酒を飲みながら、この聞き手である村上さんに話しているという、そういうお話なんですね。で、その話があったと、で、村上さんそれについて、でもそれってこういうことなんじゃないとか、いろいろ考え述べるので、そうなんですかねみたいな話をしていて、まあでも、よかったねと、でもそこから、なんか、何か学んだことはあるのかと。学んだことなんて別にないですよ。それはなんでっていうと、いや、だって次にこれが来たときは40日間で終わらないかもしれないじゃないかという、とても嫌なことをこの村上さんが言うんですね。それも当然、言われてもびっくりして、そんなことを考えてもなかったので、嫌なこと言いますね、村上さんなんて言いながら、まあでも分かんないですよ。それは確かに僕にまた来るかもしれないし、それを次に来るのは僕じゃなくて、村上さんの方かもしれないですよという嫌なこと返しをしてですね。嫌なこと言うなよみたいな感じになって終わっていくと。で、ただ幸い、で最後には幸いなところ、彼にも、僕、村上にも今のところ、この謎の電話&オートっていうのは起こっていないっていう、そういう小話というか、お話なんですね。まあ、ちょっとね、この不思議なお話ですけども、こうまあね、電話が、謎の電話がかかってくると入ってしまうって、これ本当に自分の身に起こっただと思うと、これは恐怖以外の何物でもないですよね。まあ、オートするのが好きだっていう人はほぼいないと思うんですけど、僕本当に嫌いで、あんなに、なんでしょうね、苦しいことあるのかって、なんかもう涙も出てきちゃうんですよね。なので本当めちゃめちゃ嫌いなんですけれども、まあとにかく、そのことが自分の身には起こらないでほしいなと思いつつも、そんなお話でございます。さてさて、この話、どんな風に楽しめるかというところ、ディープに楽しむというところですが、まずですね、これです。他の作品の時にも出てきますが、やっぱジャズですね。これはもう何と言っても、その、聞き手である村上さんと、話、物語の語り手である彼の共通の趣味でのジャズなんで、これもういろんな、ジャズミュージシャンの名前が出てきます。あと、作品中に出てくる名前を挙げてますが、コールマン・ホーキンズ、ライオネル・ハンプトン、ピート・ジョーリー・トリオ、ビッグ・ディキンソンのメインストリーム・ジャズ、エロル・ガンナのコンサート・バイ・ザ・シーということで、まあ、いろいろ出てきてますね。全部が全部はもちろん僕も知らないんですが、割と村上作品に出てくるので、コールマン・ホーキンズとか、エロル・ガーナー、あと、ビッグ・ディキンソンも他にも出てきたかな、あたりはちらちら出てきます。で、特に、これエロル・ガーナのコンサート・バイ・ザ・シー、これは、まあ、レコードとかアルバムのタイトルですけれども、これはですね、他の作品にも本当によく出てくるんですね。まあ、多分3つ4つぐらいの短編ないし長編も出てきてたかな、出てきてます。一番印象に残ってるのだと短編のタイランドという短編があるんですけれども、そこで出てくる女のお医者さん、女性のお医者さんが主人公なんですけども、サツキさんという。で、そのサツキさんの父親がすごく古いジャズが好きで、で、その父親の愛情版がコンサート、エロル・ガーナのコンサート・バイ・ザ・シーでっていう話をタクシーの運転手と話してるっていう場面が、なんかね、そこがすごく印象的なんですけども、そこでもう、このエロル・ガーナのコンサート・バイ・ザ・シーが出てきてるし、多分ね、他にもパラパラと出てきてるんで、このジャズっていうところに注目して読んでいくと結構、よく見かける名前だなと思います。でそれもあって、当然、ハルキストである僕としては、コンサート・バイ・ザ・シー、それを読むまでは知らなかったんですが、読んだ後すごい聞いて、これ今ストリーミングとか YouTube とか簡単に見つかると思うので、ぜひ皆さんも聞いていただければと思うんですが、聞いてもすっかりですね、この字を見たときに音が流れるぐらいにまでは、もともと全然知らない状態からなってきたかなというところです。同じようにですね、僕個人、エロル・ガーナももちろんなので結構好きなんですが、コールマン・ホーキンズとかなんかね、結構好きなんですよね。なんか僕のイメージするジャズっていう感じで、割と好きで聴いてたりしますんで、皆さんもぜひぜひね、聴いてみてください。聴いてみてくださいというか、聴いてみるとより楽しめるんじゃないかなと思います。そして、音楽を聴くお供にぜひぜひですね、ウイスキー飲んでみましょう。これはですね、このエロル・ガーナのコンサート・バイ・ザ・シーを、
聞きながら飲んでいた、その40日間連続応答した彼が、40日目に聞いていたのはエロルガーナで、そしてこのウイスキー。シーグラムの僕でも酒あんまり詳しくなくて、これも読み方間違ってたらすごい恥ずかしいんで、誰か教えてくださいね。シーグラムの VO っていうもんですかね、それともボッテムですかね、わかんないです。VO なんじゃないかと思うんですけども、一応ググって調べてみたんですが、読み方ってググってもなかなか出てこなくてですね、ただどうやらカナディアンウイスキーらしいですね、を飲んでいたら、そうシーグラムの VO を飲みながらエロルガンの聞いてコンサートバイザー C を聞いているときに最後にかかってきたという、そういう、まあ、お酒ですと。なんでもしかしたらなんかこれに意味もあるかもしれないですよね。なんでか分からないですけども。うん、で、まあ、日記書く習慣はすごくいいと思うんでね、よかったらぜひもう今日からですね、今日バイリンガルハルティストの YouTube を見たみたいな感じで書いてみていただけるといいんじゃないでしょうか。はい、さて、そして最後ですね、まあ、やっぱりここは避けては通れないかなということで、応答結局何なんだということですよね。電話と応答の意味ですね。これはぜひちょっとまあお酒飲みながら、まあ、吐かないように気をつけていただきつつもですね、考えてみるといいんじゃないかなと思います。なんて言っても応答というとね、サルトルという、なんでしょうね、哲学者ですか。哲学本当にあんまり詳しくなくて、なので読んだこともないですが、サルトルのサルトルで合ってるよな、もし間違ってたらごめんなさい、指摘してくださいね。オートっていうこの哲学書なのかな、なんかこの知識のなさが恥ずかしいですけども、という作品があって、やっぱそれをなんか彷彿とさせるみたいなことは、まあ、出た当初から割と言われてたりはするんですが、そことの関連があるのかないのかみたいなことを考えてみても面白いかもしれないですね。まあ、でもね、その、まあ、要は、オートですかね、吐き出してしまう、吸収できなかったということですから、まあ、何かいろいろこう、そこに意味を重ねるのは、オートは何のメタファーなのかみたいなことを考えるのは、まあ、結構、簡単な意味付けをなんか簡単にできそうですよね。でも、実際のことなんで、そんな意味なんてないようがきっと丸亀さんの弁になると思うんですけれども、まあ、いろいろちょっと考えても面白いんじゃないかなと思います。ただ、まあ、先ほども言いましたが、くれぐれもオートには気をつけてくださいね。はい、それではまた次のビデオでお会いしましょう。最後まで視聴いただきありがとうございました。よかったらぜひいいねを押していただいて、サブスクライブしていただけると幸いでございます。ではまた次のビデオでお会いしましょう。See you!